どうもしょっぴです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。引っ越し作業が終わりまして、荷物の配置もとりあえず安定してきまして、でルームツアーもやって、いよいよなんかこの家に住んでるんだなっていう実感が湧いております。で、ただ今回一人暮らしではなくて彼女と同棲をするっていうことなので、例えば僕がこう物を持った時に、ああこれ使うかもしれないけど、うん、でもあ迷ったら捨てとかですね、あんまりそういうことが、完全に自分のものに関してはもう迷ったらパッ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 捨てていくんですけども、その彼女と共有して使っているものも増えてきているので、そういったものはこれからどうなっていくのかなっていうのがちょっと僕自身も楽しみではあります。そんなわけで、僕が阿佐ヶ谷で一人暮らしをしていた時から今同棲を始めるってなった時、まあそこに移るので、それに対して視聴者の方からこんな質問をいただくようになりました。ですね、彼女はミニマリズムに対してどう思っていますか？で、まあこういう感じの質問ですね。ありがとうございます。で、まあ確かにこの動画を見てくれている人の中には、まあ身軽になりたいとか、物を持たない暮らし、シンプルなライフスタイルを目指したいっていう人も多いと思いますし、もうすでにやってる方も多いと思うんです。例えばもうすでに同棲をしていたり、もうご結婚されていて一緒に住んでいる方で、パートナーが、物がすごい多いんですと、捨てられないんですとか、すごいごちゃごちゃしていて、部屋がすっきりしないんです、どうしたらいいですかっていうふうに疑問を持っている方も多いと思うんで、まあそれに対する、質問はちょっと別になると思うんですけども、今回はその彼女が同棲するにあたってミニマリズム、僕のミニマリズムな考えをどう思っているのかっていうのを、シェアしてみようと思います。とは言っても、僕が彼女に対して、どう思ってるとか言ってこう、できればいいんですけど、今できる状態ではないので、まあこう日頃話をしていたり、こうやって引っ越し作業をしている中で、こう聞く言葉とかセリフとかっていうのを、今回ちょっと自分の中でまとめて、それをシェアさせてもらおうと思います。まあ結論から先に言うと面白くないっていうのもあると思うんですけども、まあ結論というか大前提を先にお伝えする必要があるかなというふうに思います。で、僕は会社を辞めて一人でビジネスをやっているわけなので、収入が安定する時がまずないんです。しかもこう国だったり会社が守ってくれるわけでは全然ないので、ふーって風を吹けばどこにでもどこまでも飛んでいってしまうぐらいですね、脆い存在なんですね。なので、会社員でいてほしいとか、安定的な収入を作ってほしいとか、公務員でいてほしいっていう方は、まあ、僕は多分合わないですよっていうふうなことをずっとこう言ってきたんです。でも今の彼女はその僕の今の状況っていうのを受け入れてくれて応援してくれたんです。で、まあその段階です、まず本当感謝なんですけども、さらにプラス、僕はあんまり物を持ちませんよと、すごく物にはこだわりますよとなんか迷ったらポンポン捨ててきますよっていうことをお伝えしていって、部屋には何もないですよっていうのもお伝えしていって、でそれも受け入れてくれたので、もう本当に心が広いんだなっていうふうに思います。物が比較的少なかったりおしゃれに整っている家っていうのはいっぱいあると思うんです。そういうところに住んでる方っていうのはものすごい多いと思うんですけども、まあ、なんか殺風景すぎるぐらい何もない部屋っていうのはやっぱちょっとどん引かれるのかなっていうふうに思ってたんですけども、それを受け入れられる彼女さんってどういう人なのかなというふうに思ってですね、で彼女の家に遊びに行ったら、まあ、その彼女の家も実は物がなかったんですよ。そう、まあ、全然ないミニマリストっていうわけではないんですけども、その棚の中にはちゃんとありますけども、部屋を見渡した時に、テレビとテーブルとベッド以上みたいなですね、それぐらいやっぱお部屋はすごいすっきりしてたんです。で、かつ僕の場合は、僕が前阿佐ヶ谷に住んでいた時っていうのは単純に物がなくて、殺風景っていう感じだったんですけども、彼女の家はミニマリズムな部屋かつおしゃれだったので、あ、そういうことなんだと、すごいなと
思いましたね。うん、でさらによく話を聞くと、その彼女も断捨離をした経験があるということを言ってました。この動画を見てくれている人の中には、僕のわがままだったりこだわりに彼女を振り回してるんじゃないかみたいな、こう心配してくれる方もいらっしゃったと思うんですけども、あの、まあ、リアルなお話をすると、彼女も断捨離をした後にシンプルなライフスタイルを送っていたので、僕のそのミニマリズムなライフスタイルをこう受け入れることができたっていうことだと思います。はい、まあ僕がこう亭主関白的なこうねじ伏せたりとかわがままに付き合わしちゃってるっていうわけではないので、そこは安心してほしいなというふうに思います。ここまで聞いてなんだと、結局ミニマリズム同士がくっついたのかというふうに思うかもしれないんですけども、まあそうなのかなっていうふうに思います。例えば僕がじゃあ肉を食べないヴィーガンっていうことをやってたとしたら、多分相手もヴィーガンの方がやりやすいと思います。あと他に何でしょう、まあちょっと例えが思い浮かばないんですけども、そう、そんな感じで、まあ最初からこうお互いスッキリした状態でくっついてるっていう感じです。抑えてるというか我慢しているというか、譲っている部分もあるんです。少なからずあります。例えば台所、キッチンとか、あとこういった棚の向こう側なんかはやっぱりとりあえず物をぶっ込んであるだけなので、結構ごちゃごちゃしてます。で、この毛布変えたいなとか、このアイテム変えたいな、捨てたいなっていうふうに思うことがあるんですけども、まあそれをこうちらっと言うと、いやまだ使うからもったいないじゃん、これから使うんだからもったいないじゃんっていうふうにことを、まあ、返ってくる時ももちろんあります。でその時は僕も、あそうだよね、使うよねっていうことで、こうじゃあそれはちゃんと使おうっていうふうに決めて、それはもう相手に戻してます。そう、そんな感じで、僕も一人暮らしの時のように、これどうしようか、捨てとかっていうことは完全にこう自分のアイテム、共有のものじゃなくて自分のアイテムだけにこうやろうと思います。まあ、あんまりのろけ話をしても参考にならないと思うので、まあ例えばこの動画を見ている人の中で、例えばパートナーの人がなかなか捨てないんですとか、パートナーの人がコレクションしちゃうんですと、なんかキャップの上についているフィギュアをコレクションしちゃうんですっていう人もいると思うので、そういった方はどうすればいいのかっていうことなんですけども、僕はですね、こう実家に帰ると実家がすごいものがあったんです。もう紙袋なんかも 100枚ぐらいは軽くあったと思います。でいらないじゃんって言ったら、いやこれはもったいないから捨てないとかですね、もう溜め込む人だったんです。もう実家は溜め込む人だったんです。で、それなんたんで、僕はもう最初の方はいらない、無駄、捨てなさい捨てなさいみたいな感じでやってたんですけども、そしたら、家族から悪口を言われると、家族に鍵口を叩かれるっていう、もうどんな家族だよって思ったんですけども、だからそういう経験があって、それが嫌でもう言うのやめたんです。そう、そしたら、でも僕はこう物がでも僕はこうすっきり身軽でやりたいことに集中できているっていうライフスタイルを送れているわけなので、まあ、それがなんとなくこう背中じゃなくてなんか行動とか発言に伝わったんでしょうね。そしたら、まあ、ある時ぐらいから家族も断捨離を始めたり、不要なものはどんどん手放していったりっていうことをやってます。なので、まあ、この動画を見ている人の中でそのパートナーだったり家族が物でごちゃごちゃしてますっていう方がいたらですね、ぜひまずは自分だけのものをどんどん手放していって、自分だがまず身軽になると、やりたいことに集中して楽しむと、でその姿を、身近な人に見せていくっていうことをすれば、僕は、その自分とあと周りも含めてどんどん身軽になっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、とは言っても、結構時間はかかると思いますんで、まあ、そこは気長にやってもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで、ちょっとまあこんな感じで今回は喋る系の動画でしたけども、いかがだったでしょうか。ちょっとでもさ、多くの人の参考になってくれたら嬉しく思います。
で、せっかくこう新居に来たわけなので、こう新居でのルーティーンだったりとか、あとは料理も最近こうちょっとずつできるようになってきたので、その料理風景なんかもお見せできたらいいかなっていうふうに思っています。あとはですね、ちょっと筋トレをここ本当に下手したら半年ぐらいサボっているので、ちょっとこの筋トレを再開したいなというか、その見せしめに僕の今のお腹も見せとこうかななんていうふうに思ってるんで、そう、まだまだシェアしたい内容はあるので、これからも楽しみにしていただければ嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あとこれも良かったなって思うことが、その僕も彼女も掃除がすごい大好きなんです。なので、1日必ずどこか掃除をしてるっていう、自発的に掃除をしてるっていうのがありますので、なのでそこも良かったなと思います。とは言ってもこの部屋結構広いので掃除に時間がかかるんですよ。そう、正直掃除に時間をかける時間は結構もったいないなというふうに思うんですけども、まあでも掃除も僕も好きだったりするんで、まあ、そういった掃除ルーティーンなんかもこのチャンネルでシェアできたらいいかななんていうふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。